今日から使える手話講座自己紹介編。今回は私は聴覚障害者ですを紹介します。私は聴覚障害者ですは、私、聴覚、障害、人々を表す4つの手話で表現します。私は私、人差し指で自分を指します。鼻から下、胸から上、ここの範囲どこを指してもいいです。私、それではもう一度やってみましょう。私、聴覚は耳を触ります。人差し指で自分の耳を触ります。聴覚、もう一度やってみましょう。聴覚、障害は握った手を左右に折ります。障害、障害、それではもう一度やってみましょう。障害、最後に人々の手話です。両手の親指と小指を立てて手首をひねりながら開きます。人々、人々と者は同じ手話です。それではもう一度やってみましょう。人々、者ですね。それでは4つの手話を続けてやってみましょう。私は聴覚障害者です。私は聴覚障害者です。ぜひ覚えてください。これで手話だよりを終わります。